多分微積、ベクトル数です。この3つが数 2B の3つのヤバマって言っても過言ではないかなと思います。どうも、スタディー講師代表の伊沢です。フレオスです。ということで、今回の動画のテーマは数学 2B 完全版勉強法についてお話をしていきたいと思います。前回の動画では数学 1A の分野別の勉強法についてダラダラとお話ししていったんですが、今回は 2B についてダラダラとお話ししていきます。まあ、動画全部細かく見る必要はないかなと思うので、自分の苦手分野のところまで飛んで、ぜひ見てもらえればいいかなと思います。それでは最高。ではまず、今回の動画も数学の全体像、まあ、勉強法について、お話をしていきますが、細かくは前回の数学 1A の動画の冒頭にお話をしているので、ぜひそちらを確認するようにしてください。数学の点数を取るために大事なポイントは2つ。1つ目としては思考力、2つ目としては計算力が上がります。まあ、数学の入試は新しい問題が出題されるので、新しい問題にアプローチするために、思考力、考える力がないと突破ができません。ただ考える力があっても計算ミスをしていたら入試でまた点数が取れないんですね。なのでまずはここの2つの軸が大事だよということは、押さえておいてください。では数学 2B の学習スケジュールについてお話をしていきたいと思います。前回の数学 1A は、おすすめスケジュールとしては高校1年生の終わりまでに全部の公式や概念の理解、高校2年生までに、基礎問題の徹底、高3からは1対1対応の演習などで、応用問題の演習というようなスケジュールでお話をしていきました。数学 2B に関しても基本路線は同様です。高校2年生までに基礎問題の徹底を終わらせ、高校3年生で入試問題にチャレンジというのは全体像のスケジュールは一緒です。ただし何が話が違うかというと、数学 2B の概念理解や学校の授業での勉強が高校2年生からの生徒も多いんですよね。なので概念理解と基礎問題の演習が同時並行にする必要があるというところが数学 1A とは異なっています。まあ、基本的に高校2年生から数学 2B の勉強を学校でやっていくかと思うんですが、まあ、それと並行してからこのような初めから始めるシリーズなどを活用してから、まずは概念をちゃんと定着させていくことがファーストステップです。で、突破した分野ごとに、早速問題集に移っていって問題ないかなと思います。一つの概念を理解したらその分野の問題演習を進めて、また次の分野の概念理解ができたらこっちをまた進めて、で、夏休みなどの時間がある分野で大きく問題演習してあげるという感じで、高校2年生はこの2冊など、まあ、概念理解はもっともっと別の参考書があるんですけど、こういう問題集を中心に進めていくようにしてください。そして高校3年生もこれですね、 1A 同様です。1対1対の演習、この参考書は最強です。もうこの参考書を活用してから入試の標準レベルまで学力を上げていくようにしてください。ではここからは数学 2B の分野別についてアドバイスをしていきたいと思います。数学 2B は全部で9個の分野に分かれています。方程式、式と証明、図形と方程式、三角関数、指数関数、対数関数、微分法と積分法、平面ベクトル、空間ベクトル、数列、確率分布と統計的推測の9個です。重いですね。めちゃくちゃ重いですね。もうそれぞれの分野苦手になる人多いので1個ずつ、細かく解説をしていきたいと思います。では、1つ目の分野からいきたいと思います。1つ目、方程式、式と証明。まあ、この分野は数学1で数と式という、まあ、展開とか因数分解とかやる分野を勉強したと思うんですけど、その発展の分野となります。まあ、実際にやることとしては、まあ、因数分解とか展開とか、まあ、近しい計算をやる一方、まあ、新しい概念も何個か登場するんですよね。例えば虚数とか、そことか、あとはこれ入試においてすごく大切な公式である解と係数の関係、因数定理、剰余の定理なども、登場してきます。で、この分野が何が大事かというと、今後の学習においての計算テクニックとなる分野なんですね。まあ、要するに例えば狩りをする時の槍とか、まあ、そういうものを身につけようというような分野ですよね。なのでまずはじめとしては、それぞれの用語の理解とか概念理解に時間をちゃんと使ってあげてください。ここをサボってしまうと計算ができなくて、その先の問題演習で問題が解けないことも多いです。まずは概念理解に時間を使い、そこから、典型問題を演習するというようなスケジュールで進めるようにしてください。ここでやる定理とか計算方法っていうのはこれからの分野で当たり前のように出てくるので、ここでしっかりと、理解して基礎を徹底して何週もやって完成させるってことを意識してやってもらえるといいかなというふうに思います。次の範囲は図形と方程式です。この分野めちゃくちゃ難しいんですよ、ね、なんか本当に応用に応用が効いちゃう分野ではあるんですよ。まあ、出てくる問題としては内分点外分点の公式とか、点と直線の距離の問題、円の方程式、点の軌跡、領域問題とか、入試で必須な問題がもう山盛りです。この分野はどの大学にかかわらず出てきます、絶対に。なのでまずはそれぞれの概念理解はそこまで難しくないので、大事なのが公式です。
公式をまずは覚えて導出できるような状態に持っていってください。次に点検問題を通してその公式を自由自在に使えるようにしてください。でここだけだと入試は突破できない可能性が高いです。なので1対1対応の演習とかで入試レベルの問題の演習がもうマストです。この分野はそこまでこだわって本当重いんだなってことを意識しながら勉強するだけで変わってくるので、そういう意識づけで勉強を進めてください。そうですね、ここも応用問題になった時の難しさが半端ないので、基礎をやるときには基礎の部分をしっかりと理解して、応用問題を解くときは基礎よりもかなり難しい問題が来るなと思ってしっかりと、対応できるように頑張って勉強してみてください。さて次は三角関数ですね。ここは数学1図形と計量で出てきたサイン、コサイン、タンジェントの、まあ、応用版だと思ってもらえればいいかなと思います。基本的には三角関数の基本定理を扱ったり、まあ、そこの応用形、加法定理、二倍角の公式、半角の公式、三角関数の構成とか、もうとにかくサイン、コサイン、タンジェントにまつわる公式がうじゃうじゃ出てきます。まずサイン、コサイン、タンジェントについて理解できてない人は数学1図形と計量という分野に戻ってちゃんと概念理解をしてあげてください。出てくる公式はすごく多くてどれも大事なんですけど、ただ全部の公式を覚える必要はないです。逆にこの公式を全部覚えるぐらいだったら別教科に暗記の容量を空けるとか練習に使ってください。何が大事かというと加法定理です。もうとにかく加法定理を中心となって二倍角の公式とか半角の公式を導き出せるので、加法定理の理解とすぐに寝てても使いこなせるようなぐらいまで自分の頭に叩き込んであげるのが最初です。そこさえやっちゃえばあとはもう覚えなくて大丈夫です。導出の方法を理解して自分でできるようにしてください。次が指数関数、対数関数についてですね。ここはまあ計算中心の分野です。まあ大きなひねり問題とかそんな出てこないので、まあ、基本の指数、対数の考え方を理解してから計算問題を解いてあげれば良いです。すごくここは数学1の数と式などの学習と似ていて計算ミスが多い分野でもあるんですよね。なので日々の練習の際にちゃんと計算を解くときには問題の時間を計って少し自分にプレッシャーを与えながら絶対計算ミスしないっていう意識のもと計算を解いてもらえれば計算力が上がってきますので、まあ、計算力を上げるためにもいい分野にはなりますので、そのような形で練習進めてみてください。対数っていうのはログが出てくるところなんですけど、結構これは概念を理解するというところでつまずいちゃう人も多いので、まあ、最初に概念のところをしっかりと丁寧に理解した上で計算を頑張るっていうところを意識してやってみてください。ではお次は微分法と積分法ですね、はい、数学 2B の、まあ、1の山場ぐらいと言っても過言ではないでしょうか。そうですね、はい、まあ、ここはまずは微分法と積分法が何かっていう概念理解から大事になるんですよね。微分法はその点における傾きであったり、積分法は微小区間の合計で面積を出しましょうというようなものなんですけど、まあ、そこの概念理解がまずは意味が分からないってところが最初です。ただ、まあ、一つ一つ理解してあげたら問題なく進めると思うので概念理解ちゃんとしてあげてください。で、微分に関しては導出方法がたまに入試で出題されます。自分の受験期だった頃のセンター試験で1回出題されたことがあるんですよね。それとか二次試験の東大の過去問でも見たことがありますっていうくらい、まあ、品質の範囲でもあるので、そこの導出ができるようにしてください。理系学生の場合は数学3でリミット、極限っていうところを学習していくんですけど、 2B のこの微分の考え方には極限も少し使っていきます。習ってない範囲ではあるんですけど、そこの考えを使ってしまうのもしょうがないので、それは一つ納得して学習をするというか理解をしてあげてください。またこの分野は計算問題が中心にはなるんですけど、計算ミスが多いんですよ。とにかく計算ミスばっかり。今まで学習した因数分解とか展開とかとも絡めて計算問題が出題されていくんですけど、係数の付け間違いとか、あとはシンプルにマイナスプラスの間違いとかも品質で点数を落としてしまう人が多いです。なのでそういうミスがないためにも日々の計算問題の演習は心してかかるようにしてください。微分積分は実は計算自体はそんなに複雑なことはやっていないので、簡単な問題だとまあ手順に従ってやるだけで解けちゃうっていう問題が多いんですけど、応用問題になればなるほど何のために微分をやってるかとか、微分とはどういう作業なのかっていうのは分かってないと解けないっていう風になるので、一番最初のなんで微分をやってるか、どういう意味で微分をやってるかっていうところをしっかりと理解した上で計算をやるようにしましょう。さて、ここまで数学2の範囲でした。まあここからが数学 B の範囲ですね。次が平面ベクトルです。まあ、平面ベクトルもまた数学 2B の山場の一つではないでしょうか。今まで普通に XY 平面で座標などを中心に考えてはいたと思うんですけど、ベクトルは方向性も大事に、一つ概念を絡めてから考えていくような分野となります。ただそこまでイメージがしにくいわけではないです。まあ、矢印ですよね。本当どの方向に向きますかっていうような考え方なので、ベクトルそのものの考え方は難しくないとは思います。なのでまずはベクトルについても他分野同様、まずは概念理解、しっかりしてから、基礎問題が少し難しいことも多いです。出てくる公式などと絡めて、基礎問題、典型問題は解けるようにしていきましょう。
またベクトルに関しては他の分野にも応用することが可能です。例えば図形問題はベクトルを活用して解くなどもできますので、アプローチ方法が多くなります、ベクトルができるようになれば。なので、数学力を上げるためにも大事にはなりますので、ぜひベクトルも心して書かれるようにしてください。ベクトルっていうのはこれまでの数学とちょっと方向があるって感じで、ちょっと雰囲気は違うんですけど、まあ、ちゃんと理解すればそこまで難しいことをやってるわけではないので、まあ、きっちりと簡単なところを理解していけばできるようになりますので、そんなに身構えずに頑張ってみてください。さて次は空間ベクトルです、まあ、空間ベクトルに関しては先ほどは平面ベクトル二次元上での話だったんですけど、それを三次元に展開するだけです。まあ、概念としてはそこまで大きく変わらないので、二次平面ベクトルと同様に概念理解してから問題演習を解いてあげたら何ら問題なく進むでしょう。さて次はまた山場の一つです、数列という範囲ですね。そうですね、多分微積、ベクトル、数列、この3つがセリ B の3つの山場って言っても過言ではないかなと思います。数列には、まあ、等差数列、等比数列であったり、一般項の出し方とか、あとは和ですね、シグマです。シグマっていう新しい、まあ、考え方というか記号が新しく出てきます。ここの分野もまたまずは概念を理解してあげることから大事になります。まあ、概念と基本公式ですね。まあ、一般項をどうやって表すのか、和をどうやって表すのか、シグマの計算どうやってやるのかなどの、計算です。まずはそれぞれの公式の、まあ、同質証明というところを大切にしてあげてください。この範囲もまた計算ミスがすごく多い範囲にはなります。日々の練習を通して、時間を計ってから緊張感を持って計算トレーニングをしてあげてください。数列は結構問題のパターンが結構あるので、その一個一個のパターンに関して解法をしっかりと、覚えていくっていうのを大事にしましょう。で、計算ミスは本当に多いので、もうきっちりと計算をやりきる、まあ、計算トレーニングだと思って数列しっかり解くようにしましょう。さて最後の範囲です、確率分布と統計的推測です。まあ、ここはあんまり二次試験とかでも出てくることはあんまりないのと、ないですね、あと学校の授業でも先生があんまり扱わないことも多いです。数学 2B の共通テストであっても選択問題になっていることが多いので、まあ、この分野を選択しないという手も全然ありです。この分野は少し大学の統計の分野と似ていて、まあ、正規分布などが出されていきます。かといって概念理解ちゃんとして共通テストの過去問とか解いてあげたらこの分野は問題なく進みますので、ただ学校の授業で扱ってないよという人に関してはこういう風な、参考書、まあ、はじはじシリーズであったり、あとは映像授業などでサクッと、対策をしてあげるのがすごく有効かと思います。概念理解積んでから基礎問題集の徹底をやってあげたら点数取れますので、ぜひそれの方針で進めてみてください。まあ、一回理解しちゃえば計算とかそんなに複雑じゃないっていう感じなので、やってみたいよって人に関してはしっかりと勉強したら全然点数が取れるようになる分野かなというふうに思います。はい、ということで数学 2B の各分野について細かく解説をしていきました。すごい、数学 2B は山場が多いです。すごく難しい分野でもあり、入試でもちゃんと出される分野ではありますので、数学 2B を入試で活用するよという生徒に関しては細かく時間をかけて高校2年生のうちに対策を済ませるようにしてあげてください。ということで今回の動画は以上となります。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今後も勉強法に関する動画たくさん出していきますので、ぜひお楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。